ちなみにこれで登録されるわけじゃありません。こいつらに勝たないと登録されません。なのでまあ、一応何回でも話せば、できる。一応、なんだろう。最初に話した時に戦闘しなくても、また後で戦闘できるので、まあ、それでいいねにしたんですけどね。うちのベッドでも迷惑をおかけしましてすみません。あれでも寝はいい子なんですっていうか、いい子だったらいいなっていう私の希望なんですけど、とにかくごめんなさい。ご案内でください。ごめんなさい。ごめん。まあ、とりあえず行きましょう。その気になったかよ。ネットさんには申し訳ないんですけど、また今度遊んであげますか。今回は我慢してくださいなのですよ。だからそうじゃねえだろ。じゃあ行きましょう。しょうがないですね。断ってもめんどくさそうですし、付き合ってあげるのですよ。このチップが俺様たちこんなのに相手してる場合じゃ。こんなの言うな。まあまあ、レッドさんはこう見えても上級学間ですからね。お師匠と勝負する前のウォーミングアップにいるのですよ。完全に舐めてやがんな。オイル、気合い入れろよ。お、本当にやるの？私も。当たり前だろうが、だいたいお前が戦わねえと俺も戦えねえっつの。俺が力を発揮できるかどうかお前にかかってんだからな。半端なことしよかったら殺すぞ。どうしてこんなことに。うちのメス。はい、じゃあ行きまーす。まあ、とりあえず、大胆に行きます、本当に。ただ、ちょっと最初はやっぱり守りを重視に行くかな。うん、で、もう、あとは大胆に行きます。なんだかんやで、でもそんなに苦労はしません。多分ね、今までなんだろう、後半からしばらくやってきた方法でやれば、まあ大丈夫だと思いますけどね。ちょっとアンジェラもう一回ホールスキルやった方がいいかな。ジプシーはもう原則攻撃に回して、ちょっと体力やばいからフィールドに先やって、カバーが取れてたね。防御アップか。防御アップ上げたいけど、いや、まずこれやって、どれかな。ゲームが倒れた。ねえ。だから、で、ちょっと待って、選択に間違ってないって言ったらない、いや、なんでもないです。
に戻ったけど、まあいいか。そのまま行っちゃってもいい気がするんで。うん、やっぱり、プレイヤーと勝負するのかな。どうでもう一段階出るかな。OK。まあ楽勝でしたね。くっそ。ふっふっふ、どうですか？これでもまたチップたちの邪魔をするって言うんですか？言えるんですか？このグズがいなければ俺の本来の力を出す。ん？ん？このグズがいなければ俺の本来の力を出せばこんなチビ瞬殺できってのに。本来の力って、レッドはルーの使い魔だからな。使い魔は主人の力以上の力は出せないんだぞ。レッドさんは普段から本当はもっと強いんだとか、魔界じゃ俺の名前知らない奴はいないとか豪語してるんですけど、ルーちゃん程度に強制契約結ばれちゃうくらいですから、たかが知れてるってものなんですよ。てめえ！レッド落ち着いて。これが落ち着いてられっか。お前も馬鹿にされてんだぞ。それでいいのかよ。いいも何もむしろ良かったっていうか、先輩怖いし、早く先に進んでもらいたいっていうか。ほほう、それがルーちゃんの本音なんですか。は。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。謝りますから許してください。ごめんなさい。もう二度と先輩の前には現れない所存ですので、ご容赦ください。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんな。だから、うぜ！痛い。いや、別に、いくらでも、俺様たちの前に現れてもらっても構わないけどな。レンドリストにルーとレッドのことを書き込んだ。はい。まあ、そんな感じですね。ちょっとレンドリスト先に確認しましょう。まず、キセルから。使い魔。お師匠に尽くすチップが知る限りでは最強の使い魔さんなのです。チップのことをお師匠からかばってくれたり、フォローしてくれたりする頼れるお兄さんなんです。お師匠の命らしいんです。まあ、これは何かのフラグだと思ってもいいんですけどね。あとは、どうだっけ？あ、だから、ルーって名前かぶるかな？ここでしたね。はい。見習い魔女、ルーエルフルト・クレセンティア。ん？クレセンティア？あ、こいつか。確か図書館島の、何でしたっけ？ワシナガおじさんが話してたクレセンティア家の魔女は今落ちこぼれだってなんか言ってましたけど、こいつのことか。はい、チップの後輩でお師匠の子孫なんですよ。そのくせとんだ落ちこぼれですぐ泣くのです。正直ちょっとうざ、いやいや可愛い後輩なんですよ。テッドさんにいつもいじめられてるのです。そっか、こいつだったんだ。クレセンティアの魔女って。はい、レッド。ルーちゃんの使い魔でもともとは魔界で名を馳せた大悪魔だそうなんです。でもルーちゃんとうっかり契約しちゃってから力が制限されて弱々なんです。残念。で、お前らなんか負けちまえ。さっきは本当にすみませんでした。これお詫びに、アジサイワンピ、朝露カーディガン、朝露の靴、ん？ああ、雨露カーディガン、雨露の靴を手に入れた。おー、助かるのです。ありがとうですよ、ルーちゃん。とにかく頑張ってくださいね、先輩。じゃあ、ちょっと一旦回復します。で、今手に入れた、これです。なんだっけ。これはですね、見てもらったらわかる通り、専用装備で最強の装備っていう設定になってます。まあ、これが他のキャラクターでも、まあ、後々手に入ってくるんですけど、それについてはまた後になりますね。うん、これでいいかな。
じゃあ、リサラに会いに行きましょうか。